マスターソードを得たリンクたちは魔女シアに決戦を挑むため準備を進めていました。そんなある日、ゼルダは不穏な気配に気づきます。どこからか溢れ出した影の魔力がこの世界を侵食し始めていたのです。このままでは世界から光が失われてしまう。危機感を抱いたゼルダは侵食の源が影の宮殿であることを突き止めると、一人飛び出していきました。ゼルダの姿が見えないことに気づいたミドナは慌ててゼルダを追い、影の宮殿に向かいました。その途中、何かに見入っているリンクルと出会います。リンクルが熱心に見ているものが黒い結晶だと分かり、目を輝かせたミドナがその結晶に触れると、小さな魔物の姿をしていたミドナは美しい女性の姿に変わりました。結晶に封じられていた魔力で真の姿に戻ったのです。リンクルは驚いて言葉も出ない様子でしたが、ミドナには説明している暇などありません。ゼルダを助けたい。その一念でミドナはリンクルを巻き込んで影の宮殿へと乗り込むのでした。
ルダを救い、影の魔力の侵食を食い止めるため、影の宮殿に乗り込んだリンクルとミドナ。二人は戦いに勝利しましたが、それでも影の魔力の侵食は止まりませんでした。そこでミドナは一つの決断をします。その決断とは、宮殿で手に入れた魔力の結晶を破壊することでした。結晶を壊せば強大な力が発生して影の魔力を封じられるはず。でもそれは、ミドナが呪われた姿に戻ることも意味していました。ミドナはためらいませんでした。美しい姿を捨ててもゼルダを救うことを選んだのです。そんなミドナを見て、リンクルは心を動かされます。早くハイラル城にたどり着かないと、流行る気持ちを抱えて、リンクルは再び旅立つのでした。